今回紹介するのは、魔道祖師4という本です。ファン必見の番外編を収録した大ボリュームの小冊子付き、よみがえった恵比寿病老祖を討伐するため、四大丘が再び決起するけれど、今のギナセンの隣には、迷いない瞳の相棒機がいてくれた。彼への思いを募らせるギナセンだが、 互いの肌に触れ口づけた夜。どうしようもなく惹かれる自分と、その思いが叶わぬことを知る。そして過去の謎が紐解かれるとき。 何度も重なってはすれ違い続けた二人がたどり着く愛の形はサッシも4巻と同じように想定にしてほしかったかな ?4 巻はひたすら BL です「陳情例を見た方、見ていない方もそうですねで」で BL を苦手とする方には厳しいかもしれませんただかいむのこと夜勤のこと愛人の今までの行動 これを説明するためには BL でないと説得性に欠けるのかなとも思います。チキだけはそこまでしないだろうとも思うので、恋をしったぎな線はひたすらあざといし可愛い,い BL がお好きな方はぜひ読んでほしいです。ドラマでよくわからなかった部分について、観音殿の観のこと、観音殿のこと、刀例の違和感等は語られていたので、 わかりました。どうしても映像だけではわからない部分があるので知ることができてよかったです。魔導素子を機に中国ビンエ BL を初めて知りましたがストーリーがしっかりしているのでたけしきょうもの歴史ものを背景にしてそのストーリーもしっかりしている恋愛だけによらないので昨今の日本のビンエの BL には飽きていたので。 新鮮でで面白かったです。これを機に他の中国 BL もルも翻訳してほしいですねよくを言えばサッシのイラストが素敵すぎるのでこっちも4巻と同じようにしてほしかったサッシなので折れてしまわないか不安です台湾版のようにしてほしかったかなと以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。